はい、今日もですね、アベノミクスの真骨頂、アベノミクスの総決算をお届けしようと思いますけども、いや、いろいろと打ち出した3本の矢の後に来たものは何だったのかということなんですけども、なんとですね、この状況下で、マスク2枚配布というね、大変ありがたいような4本目の矢が私たちに放たれて、もうね、脳みそを打ち抜いたわけですけども、全員これ促進になりますね、このマスク2枚で。まあ、あえて私がね、言うことは特にないんですけども、安倍さんにね、もし、私目の前に安倍さんがいるんだったら、このマスク2枚ってのは、安倍総理のポケットマネーですかって聞いてみたいですよね。うん。で、仮に、このマスク2枚、まあいいでしょう。いいでしょう、いいでしょう。これがポケットマネーだとしたら、安倍総理は、これ今回ね、200億とも言われる、大きなポケットマネーの出費ですよ。それは本当はありがとうございますっていうふうに言いたいですよね。でもこれは別に安倍総理のポケットマネーを1円でも割くわけではないですよね、うん、としたらですよ、大幅な財政出動、例えば10兆円とか20兆円とか消費税減税して 0% にして30兆円みたいなことをやったとしてもね、マスク2枚と同じぐらいしか安倍総理は胸が痛まないんじゃないですかね。これなんか困るんですかね。ちなみに自民党とかね、与党ってのが安倍総理も含めて財務省の言いなりになってるっていう説がありますけども、財務省に電話をして確かめてみるとですね、これ常年塚田さんっていう方が電話をしたらしいんですけども、私もね電話してみようかと思うんですけども、財務省組織としても個人としても減税に対して消極的であるってことは全くないと、全くないとですね、担当者の名前入りで、ご返信をいただきました。これはですね、またね、例のアナクラウンホテルの問題じゃないですけども、安倍総理こんなこと財務省言ってますよって言ったら、いやいや私事務所を通して言ったら、そんなそれはね一般的なことであって、今回の件は当たっていないんですよみたいなことね言うかもしれないですよね。で財務省に聞いたら、もう個別具体的なことを答えてきませんみたいな、貝のようにね口を閉ざしてしまうかもしれませんが、さあもうね何を言ってるのか分かんなくなりましたね。安倍さん、マスク2枚で安倍さんが未然に起きるんだったら大変な出費ですよ。でも繰り返しますけども、マスク2枚を国民全員に配るのも、国民全員に一時金10万20万給付するのも、安倍さんのポケット1円も痛まないんじゃないですかね。なんか困るんですかね。で消費税を 0% にしても別に反対する人いないんですよ。自民党内でも過半数じゃないですかね。もう消費税やめましょうやっていう人過半数じゃないですかね。じゃあ誰なんだと、執行部のわずか数人が、いやいや、まあ、そんなにね、消費税なんとか甘いもんじゃないんだよって、国民は甘やかすもんじゃないよとかね、消費税作るときどんな大変な思いをしたか分かってんのかとか言ってね、払う人の方が大変だっていうね、何人かね、こういうふうな分からずやな方がいますよ。まあ、やっぱりね、でもこれはね、擁護するわけではないですけども、人っていうのは見える景色がみんな違うんですよね。生まれてこの方、権力を持っていて、周りも権力者で、本当にね、今日のおにぎりが食べれませんとかね、私の例じゃないですけども、平和公園で2年間野宿をしながら暮らしていて、歯型のついた落ちたメロンパンを食べてね、それで命をつないでいたみたいなことは、このね方たちにはね、権力者の方には目に入らないんで、そういうふうなね、何が甘やかすのかってことをね、判断できない脳ができてしまうのも分かるんですよ。いや、はっきり言ってね、いや、甘やかされてるのはどっちですかって話ですよね。で、それほどね、税制を決めるのが大変だとか言うんだったら、別にやんなくていいですよ、やめてもらえば。俺がやりますよ、そしたら。誰でもできますよ、そんなこと。消費税作るのがどんな大変だとか分かってるのかって言いましたけども、それはあなたの、税をね、構築する能力がないだけなんですよ。うん、それはね、もう何ですかね。もうその辺のね、高校生、中学生に税制とかやらせてみたらいいですよ。簡単にやってくれますから。ね、そういう風にすればいいんじゃないですかね。まあいろいろとね、今回も言いたいこと言いましたけども、私がね言いたいのは、ここに960ポイント D ポイントが入ってるってことなんですよ。安倍総理からマスクもらうまでもなく、私はここに960ポイントヤフーさんからいただいてるんで、もうこれでいいです。マスク別に2枚もらわなくても 2枚であれでしょ、合計400円でしょ、送料合わせても1000円ぐらいでしょ。これポイントの方がいいですよ、僕これ。T ポイントもらえればもういいですから、マスクは他の方にあげてください。まあ、あれでしたら安倍総理がね、マスクを、私の分までかけてください、耳に。後頭部にでも入れたらいいんじゃないですか。
全身マスク、360度マスク、答弁されてください。よろしくお願いします。では最後にね、安倍総理の今世紀最大の名言をお届けして終わろうかと思います。あの件に私の妻、もしくは私がね、関わっていたら、私はね、まさに総理大臣を辞める、国会議員を辞める。以上でございます。